松本まりか9月12日隊は日本の女優、ナレーター、声優、東京都出身。所属事務所は伊藤カンパニーグリック A チーム所属。2000年にテレビドラマ、6番目のサヨコで女優デビュー。同年から2001年まで雑誌、ピチレモンのレギュラーモデルを務める。その他、テレビアニメ、早急のファフナーの縁剣マヤ役、ゲーム、 ファイナルファンタジー X のリュック役など声優としても活動する。2018年放送のドラマ、ホリデーラブで演じた、伊豆つ奈役のあざとかわいいキャラクターが注目される。ドラマ初回放送後、松本のインスタグラムはフォロワー数が4000から一気に5倍に増えたり、ネット掲示板、ガールズチャンネルでも3000件以上のコメントが寄せられるなど SNS でも話題になった。 また、同年8月に発表された、ヤフー検索大賞2018において、松本まりか、が、女優部門の中間発表で、上位3名の中に入る。2019年、女優人生19年目で、初めての賞となる、夕張国際ファンタスティック映画祭2019、ニューウェーブアワード女優部門を受賞。2020年、ハインツの新ブランド、 大人向けのパスタのアンバサダーに起用され、9月1日よりブランドビジュアルが展開されている。9月24日に就任記念イベントが開催され、インスタライブで配信された。2021年、オーコンニュースの2021年、上半期ブレイク女優ランキングにて1位に輝いた。スマップの大ファンであり、スマップは私の一番のスターと公言している。 2020年までに全メンバーと共演したことでスマップコンプリートを達成した兄がいるドラマ女優声優ありがとうございます。